ヒロコガーデンの方なんですけども、そんなに変わってません。菊さんがね、結構大きくなってます。このぐらいもう1メーター以上なってますかね。あとは雑草だらけになってます。コンパクトガードさんはまた、花の穂が出てます。まだちょっとしか咲いてませんけども、こんな感じです。雑草取らないとダメだな、もう本当にやばいな。あら、ひろこさん、この間剪定しまして、その後は全然、移動ありません。あ、これ、見えます？これ、トカゲいます、トカゲ。いつもね、いるんですよ、これ、ここに。かわいそうだから、そっとしておきます。一番今変わったところで、シュウメンギクさん、秋の花ですけども、シュウメンギクさんがこんな感じで大きくなってます。いつもあの秋口咲いてくれるんですけども、もうシュウメンギクさん、シュウメンギクさん、わからないうちにこんなに大きくなってます。つぼみもいっぱい出てますね、ほら。結構綺麗ですよ、シュウメンギクさん。こんな感じで立ってます。楽しみです。バラさん、ピンクのバラさんの新しい芽出てますね、これ。なんか先端つぼみじゃないこれ。そんな感じがします。ホワイトの大輪のバラさんの方もね、いっぱい芽が出てます。ほら、これ新芽。なんとか少しは、数あるうちで、少しだけこう育ってるかなと。あとは虫にやられてます、こんな感じで。こんな感じです。レオナルド・ダ・ヴィンチさんはすごいね、大きくなった。うん。新しいシュートがね、今分かるだけで、1、2、3、4、5本。新しいシュートが5本、大きくなって出てきてます。これ新しいシュートです。これも、あと後ろの方にもあります。新しいシュート。影の方にも。5本あります。こちらの方のレ、花はない。でもこれつぼみかもしれないね、これ。うん、新しいのにつぼみがこう出てる。うん、そんな感じです。岩木さんはね、前回咲いてもう終わりました。もうこれもう剪定してあげないとね。もう終わってます。あとは、こちらの方のゆりさんもですね、カサブランカさんも終わりですね。後ろの方でまだ宮城さん咲いてます。これです。あとはこっちは岩さん。岩さんはね、つぼみ出てますけど、つぼみやられてる。食われてるね、つぼみ。やばいやばい、つぼみが食われてますね。なんだろう、つぼみになんかついてる虫が。アリさんか。アリさんも食うのかもね、これね。失敗だったね。ちょっと散布してあげればよかったな。今からでもいいかな。ちょっと散布しておきますか。薬剤散布します。あとはほとんど変わりませんね。うん。うまみブルーさんも全然変わりません。ラバブルードさんが新しい芽出てるような感じですね。あとは、隣、HT ニケさんも新しい芽で出ましたけども、なんかちょっといまいち元気がないですね。水菜は相変わらず雑草みたいなもんですからね、出てます。あ、キンポウゲさん1個だけ咲いてますね。これ、キンポウゲさん1個だけ咲いてます。それと、チェリー生産がこんな感じで勢いよくまたなってます。こんな感じです。またあちらのバラさん、雨でね、ちょっと雨でこちらの方倒れかかってますけども、こちらの方も、咲いてますね。以上です。